F-15J イーグル F-15J は、アメリカ合衆国のマクダネル・ダグラス社が開発した F-15CD イーグルを三菱重工業が中心となり、航空自衛隊向けにノックダウンを呼び、ライセンス生産した制空戦闘機である。離陸する第306飛行隊所属 F-15J 航空自衛隊の第3次 FX 計画により、 米マクドネルダグラス社の F-15CD を導入。本機は航空自衛隊の運用に合わせてライセンス国産化された日本使用機である。1977年12月に正式採用され三菱重工業を主契約者とし、短座型の F-15J165 機と複座型 F-15DJ48 機の計2 1 3機が 製造された。これは開発国アメリカに次ぐ保有数となっており、アメリカ国外での使用機総数356機の約6割を占めている。2021年3月31日時点で201機を運用しており、90%以上の高稼働率を維持している。当初の調達価格は約70億円とされたが、1990年度の調達価格は 約86億円であり、最終的には101億5600万円まで上昇した。基本性能の優秀さと高い拡張性を生かした、独自の近代化改修によって、段階的に能力向上が図られ、導入から40年近くを経た2021年現在も、日本の主力戦闘機として、防空任務についている。航空自衛隊とアメリカ空軍の F-15 に、 外見的な大きな違いはなく、国籍標識や、明細塗装の色調、電子線関連アンテナ類の有無や、形状の違い、操縦席後方右側面の空調用丸型、排気口の有無などが主な識別点として挙げられる。三菱とボーイングの日本法人では、F、F-15J と表記しているが、航空自衛隊では、原型機と同じく、 F-15 と表記している。相性は、原型機と同じく、イーグル。パイロットは、イーグルドライバーと呼ばれる。1974年に提出された、来年度予算案にて、初めて主力の F-104J、DJ と F-4EJ の後継機、第3次 FX 調査費が盛り込まれた。翌年の1975年より、選定作業が開始され、 調査では13種挙げていた候補から7機種に絞った。この7機種に対して、防衛庁は調査団をそれぞれ派遣した。1976年には調査結果をもとに、F、F-14、F-15、F-16 の3機種を候補として選出し、再度調査団が派遣された。その後、F-16 は、昼間格闘戦闘機であり、 全天候下の溶撃戦闘能力や長期間の運用を考慮した結果、航空自衛隊の求める性能を有していないとして、実質的に F-14 と F-15 の一騎打ちとなった。F-14 と F-15 は、性能やアビオニクス類などは、同等と判断されたが、上昇力や加速力、 ドッグファイト能力において F-15 に分があるとされた。また、コストパフォーマンスも F-15 が優れていると結論付けられ、1976年の暮れに実質的に F-15 に内定した。しかし、同年12月21日に行われた国家安全保障会議にて、次年度予算に組み込むには審議を行う時間が十分でないとして、 正式決定は1年先のばしとなった。その最中、1976年10月に、入間基地で行われた、第5回国際航空ショーでは、F、F-14 と F-15 の熾烈な売り込み合戦が行われた。この時点で、FX 選定作業はほぼ完了し、F-15 の導入がほぼ確実とされていたが、グラマン社は、起死回生を狙い、 西太平洋を航行していた原子力空母エンタープライズのアメリカ海軍第2戦闘飛行隊の F-14A を呼び寄せた。対するマクダネル・ダグラス社もアメリカ建国200年記念塗装を施した TF-15A を米本土より飛来させた。F-14 と F-15 の2機はその飛行性能を 最大限に主張すべく展示飛行を行った。無論他の FX 参加企業も自社ブースにて宣伝活動を行うが前者の2社には及ばなかった。1977年12月28日に行われた国家安全保障会議にて航空自衛隊の次期主力戦闘機として F-15JDJ を正式採用した。アメリカ側は この F-15 導入計画をピースイーグル計画と呼称し、同年3月29日に予算が降りることを前提として三菱重工業マクダネルダグラス間でライセンス契約の調印がなされた。そして1978年度予算で初めて23機の調達が決定した。1978年4月。 直ちに生産内示が出され、日本の技術者は、マクダネル・ダグラス社のセントルイス工場へ派遣され、生産計画や、ノックダウンキット、時効具系列等国産化に必要な調整を行った。7月には国産を承認された部品の生産を支援するため、アメリカの企業から40名の技術者が派遣された。1980年7月になって、 マクダネル・ダグラス社のセントルイス工場で航空自衛隊に最初の機体が引き渡された。10月にエドワーズ空軍基地での29回の飛行検査後、一旦アメリカ空軍に返され、3月1日に沖縄県の米空軍カデナ基地に空輸。この時初めて2機の F-15J に日の丸の国籍標識が入った。 航空自衛隊パイロットの適合訓練の終了を待った約1ヶ月後の3月27日、アメリカ空軍のパイロット2名によってカデナから岐阜基地へ空輸された。そこで到着したばかりの2機の F-15J をバックに防衛庁関係者や企業関係者による記念撮影が行われている。なお、この最初の2機は三菱重工で再組み立てを受けている。 続く8機は、ノックダウン生産、残りは部品を国産化したライセンス生産で155機を調達した。当初、F、F-15 は4個飛行体分に当たる100機を10年かけて調達する計画でスタートした。昭和56年度中期業務見積もりを承認した1982年の国防会議において155機へ修正。 1985年に187機、1990年に223機へと造成されていったものの、中期防衛力整備計画により1992年に210機へと削減され、1995年に213機となった。J 型は1998年11月4日の165号機。 DJ 型は1999年10月25日の48号機の生産で終了し、合計213機の調達となった。F-15DJ は J 型と同時に最初の12機を完成品、輸入、8機をノックダウン生産、28機をライセンス生産で調達した。製造に関わった国内企業は以下の通りである。 当初の調達価格は約70億円とされたが最終的に101億5600万円まで上昇した第305飛行隊のマークであるバイカの特別塗装を施した F-15J 複座型の F-15DJ と短座型の F-15J 第6航空団第306飛行隊所属機 F-15JDJ は F-104J、DJ 飛行隊である200番台の飛行隊、および F-4EJ 飛行隊である300番台の飛行隊に配備された。1981年12月7日に、ルーク空軍基地で、アメリカ空軍要員と共に訓練を受けた、操縦士が中心となり、ニュータバル基地に、臨時 F-15 飛行隊が編成され、 1982年12月21日に第202飛行隊へ改編した。F-15J 要員の転換訓練部隊でもあった第202飛行隊には複座型である F-15DJ が集中的に配備された。以後、千歳基地の第203飛行隊が1984年3月24日、百里基地の 第204飛行隊が1985年3月2日、千歳基地の第201飛行隊が1986年3月19日、小松基地の第303飛行隊が1987年12月1日、追記基地の第304飛行隊が1990年1月20日、百里基地の第305飛行隊が1993年8月2日、 小松基地の第306飛行隊が1997年3月18日に装備機を F-15J、DJ に改編し8個飛行隊編成となったその後 T-2 での教育を終えた操縦士への機種転換訓練を行ってきた第202飛行隊は教育飛行隊の新設に伴い2000年10月3日に解体 これに先行して F-15 臨時、飛行教育航空隊が1999年8月に発足、2000年10月3日に第23飛行隊へ改編され、現在は7個飛行隊プラス1個教育飛行隊となっている。ニュータバル基地の飛行共同隊8月1日に、 航空戦術共同団飛行共同軍2回その1990年4月12日に5機の F-15DJ を受領し、装備機を T-2 から更新した。F-104J が実戦部隊から退いた1986年以降、主力戦闘機として運用されている。事故で12機が失われており、2021年3月31日時点での 保有数は201機である。航空自衛隊機の機体番号は、アメリカ空軍と同じ7桁表記だが、番号の持つ意味が異なり、最初の2桁は、領収年度と登録順位、低い下の4桁は、上1桁が、機宿分、残りの3桁は、機体記号を表している。2016年7月現在、F-15J、DJ は、以下の7個飛行隊。 一個教育飛行隊、飛行共同軍、飛行開発実験団、第一十科学校において運用されている。2009年1月19日に、第204飛行隊が百里基地から那覇基地に移駐し、第7航空団から第83航空隊に編入されている。 2016年1月31日には、第304飛行隊が、追記基地から、那覇基地へ移駐し、第83飛行隊を廃止して新編された第9、航空団に編入されている。また、平成28年度外産要求において、飛行協同軍が、ニュータバル基地から、小松基地へ、第305飛行隊が百里基地から、 ニュータバル基地へ移駐する計画が明らかになり、2016年6月10日に飛行協同軍がニュータバル基地から小松基地へ移駐同年8月31日に第305飛行隊が百里基地からニュータバル基地へ移駐し、第7航空団から第5航空団に編入されている。撃墜事故を含めて航空自衛隊では F-15J、DJ を 合計12機喪失している。特に最初の10年で5機を失っている。2007年11月2日にアメリカ合衆国ミズーリ州で同州空軍に所属する F-15C が空中分解し墜落した。このためアメリカ空軍は11月4日に実戦参加機を除く F-15 系前機を機体構造の点検のために飛行停止とした。 連絡を受けて防衛省も11月5日には配備している F-15J DJ 前期を飛行停止とした。墜落事故発生による原因究明までの間に同景機が飛行禁止となることは珍しいことではないが、この時は F-2A B を飛行停止としていたことも重なり、同20日の F-15J DJ の飛行停止解除までの間、 通常配備の日本の防空機は F-4EJ 改めだけとなった。2011年10月7日には飛行中の小松基地所属機体に左主翼の機外燃料タンクともぎミサイル弾が取り付け部分を残して脱落する事故が発生。スクランブル大気の機体以外全機が原因判明まで飛行停止となる。防衛調装備本部が2006年度予算で 三菱重工業と契約、納期は2009年2月。これは、x 線透過検査及び、超音波単小機能検査を自動的に行うもの。従来に比べ高い精度で機体の状態を正確に測定できる。航空自衛隊が現在進めている、近代化改修プログラムにより、F-15J、DJ は、将来の多様な脅威に対処できる能力を得る。 防衛省から具体的な機体寿命や退役時期などに関する発表はないが、空時の年間飛行時間から換算すると、初期生産分の機体が基本寿命である8000飛行時間を迎えるのは2025年あたりとなる。アメリカ空軍の C、D 型には8000時間を迎えて、さらに1万時間まで延長された機体もあり、当初の2倍以上になる1万8000時間への 延長も検討されていることから、J、DJ 型にも、同様の措置が取られる可能性がある。ただし近代化改修に対応しないプレマジップ機については、中期防衛力整備計画において、新戦闘機への更新を検討することが明記、されている。無人機研究システム無人機及び90式空、対空誘導弾 F-15J。 DJ は F-15CD を原型とするが、アメリカ議会から批判を受けた国防総省の決定により提供されなかったチューズについては国内で独自開発した J チューズで代替している。J チューズは国産の J アルク -8 電波妨害装置と J A プレ -4 レーダー警戒受信機ライセンス生産の案。 あれ -45J 射出型妨害装置で構成される。アメリカ空軍向け F-15C-D では左の垂直尾翼先端に ECM 装置が内蔵されているため左右非対称だが F-15J-DJ の垂直尾翼は左右対称になっており外見上の大きな識別点にもなっている。原型機の f 十五 c d は F-15A、B に、機内燃料タンクの増設や、ファストパックと呼ばれる、コンフォーマルフューエルタンクの搭載能力負荷といった、改良を加えた機体であり、F-15J、DJ も、機内燃料タンクなどの配置はこれに準じている。しかしながら、航空自衛隊は、コンフォーマルフューエルタンクを保有していない。F-4EJ 導入の際にも、 問題となった地上攻撃能力や空中給油能力について当時の国会で野党の追求を受けたが対地攻撃専用の計算装置などを有していない搭載装置から見ても他国侵略的攻撃的脅威を与えるものではない空中警戒待機は有効ではあるが F-4 が主力の時期では不要との判断だったが航空軍事技術の著しい発展の数星から F-15 が主力となる1980年代後半は有事の際の空中警戒待機の必要が十分予想されるので撤去は望ましくないなどの答弁の結果撤去はされていないアメリカ国防総省は当時 F-15 が主力機であったため日本に対する技術情報の開示を規制したがこれは段階的に解除された日米装備 技術定期協議において、旧防衛庁と国防総省の間で交渉が行われ、1981年には、チューズ以外の複合材料や F100、ターボファンエンジンといった技術へのアクセスは許可された。なお、独自装備の一つとして、バズジシステムから自分割データを受信する日立製作所製 J、アストアットマイナス10を搭載している。 1992年10月17日 F-15J が飛行訓練中に操縦不能となり操縦士は緊急脱出したものの脱出時に頭部を風防に強打して死亡する事故が発生した対策として事故以降射出時にキャノピーを破砕するキャノピーブレーカーを座席上部全体に追加装備している 訓練用に調達した複座型の F-15DJ はコックピット後部に搭載する J-Arc-8 などの一部機器を省略してあるため電子戦能力を要する任務の際は胴体化に案 Arc-131 電子戦ポッドを外部搭載する。並走は当初 F-15CD と同じく AIM-9 及び AIM-7 固定武装として、JM61A1 を搭載していた。しかし、これらはいずれもライセンス生産での調達で、電子機器類の技術移転が少なかったこともあり、国内メーカーに割に合わないとの不満を生じた。ただし、F-15 と同時に国産化された a、a i m 9 l は、F-4EJ および F-4EJ 改めにも装備されている。その後、 短距離空対空ミサイルについては、AIM-9 の後継として開発された、国産の90式空対空誘導弾、及びその後継である04式空対空誘導弾を運用できるように改装された。また、中距離空対空ミサイルは、AIM-120 シリーズではなく、AIM-7 の後継として開発された。 99式空対空誘導弾に更新されることとなった。エンジンは、プラットホイット2社製の F100PW-100 を IHI がライセンス生産した F100IHI-102 機を搭載している。生産末期には整備性、耐久性がより向上した F100IHI-220E が標準搭載され、 それ以前に生産された機体にも順次乾燥が進められている。三菱重工による生産中に何度か機体仕様が変更されており、一般に導入初期の機体をプレマジップ機、導入中期からの機体を J マジップ機と呼称している。大きく分けて F-15J、DJ の中高機生産型にあたる J マジップ機を 対象とした近代化改修計画と、それより、前の初期生産型のプレマジップ機を対象にした近代化改修計画との2種類がある。ユース搭載改修を受けた F-15J32 から8942号機、エアインテーク側面にユース用のアンテナフェアリングが備わる、スト装置出展、最新。 航空自衛隊のすべてがわかる本 F、X 完全解説最終結論、フェデレーション・オブ・アメリカン・サイエンティスト諸所言性能、ミサイル搭載一部装。ありがとうございます。